はい、こんばんは、どんチャンネルです。6月18日、これ昨日から見えてたニュースなんだけどさ、ツーリング中に転倒、バイクの18歳大学生が死亡、男性の近くで鹿も発見。南の2010年11月以来の死亡事故に、17日午前1時50分ごろ、埼玉県南の町南野の国道140号でバイクを運転していた都内の男性大学生かっこ18が転倒し、転倒先の搬送先の病院で死亡が確認された。秩父署によると、現場は片側1車線で、街灯がなく見通しの悪い直線道路。まあ、暗いからね、直進でも見通しが悪いってなってるのね。男性はバイク仲間3人とツーリング中だった。夜中の1時50分に。男性らはバイク計3台で、3台でっていうことは、1台に2人乗りしてる人がいたってことよね。秩父市方面から寄居町方面を通行中。男性の転倒に気がついた仲間の一人が路上で倒れ込んでいる男性と鹿1頭を見つけた。同署で詳しい事故原因を調べる。同庁では2010年11月22日に死亡事故が発生して以来、今月16日まで4589日間交通死亡事故ゼロを継続していた。まあ、ちょっと残念な書きようがしてあるんだけど、まあ、秩父って言ったらなんかこう自然が豊かっていうイメージがありますよね。まあ、で、ストリートビューで現場の道路140号をね、見てみたんだけど、まあ、田舎道っていうのはわかるんだけどさ、それでも、なんか全く人家がないとかさ、うっそうと茂る森の中を走る道路でもないんですよね。でも、夜中に鹿が道路を横断するっていうことは実際あるんでしょうね。以前ね、この手の事故なんかあったなと思って、記憶をたどったら、あ、そうだ。なんか、イノシシとバイクがぶつかって、バイクに乗った人が転倒して、なんか、病院に担ぎ込まれたっていうのが昔あったなと思って。で、ヤフーのニュースだからさ、コメントつくんやけど、まあ、地元の人たちね、まあ、または、夜間、移動中に、まあ、動物とぶつかりそうになったとかいう話っていうのは結構あるみたいで、まあね、さりとてさ、みんながみんなぶつかるわけでもないからさ、まあ、この学生さん、運が悪かったのかなっていうのも思うし、でもさ、夜中の2時にさ、バイク3台で4人でさ、なんで移動しなきゃいけないかったのだろうみたいなね。まあ、若いからいろんなことに好奇心ありありでね、なんかやったのかなと思うんだけど、なんでってね、夜中の2時にバイク3台で大学生4人がどこに行って何を見ようとしていたの？ひょっとして蛍見に行ったとか？なんかね、ちょっと事情がね、なんか分かったらスッキリするんだけど、亡くなった方のね、ご冥福をお祈りしたいと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴お待ち申し上げております。失礼します。